松上龍鳳です。ということでね、やってまいりました。松上龍鳳のハンドメイドもらいのコーナーでございますけども、今回はですね、スタジオマリさんでございます。いや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 、ほんとね、スタジオマリさんちょっと見ていきたいと思いますけどもね、スーが2、サーが3、ジーが5、オーが3、マーは4ですね。これまあ4画なんで。で、2で1、あ、1ですね。はい、っていう感じでございますけども、マリ、まあ、名前がマリなんでね。マリから見たらこれ六角ですよね。六角っていうのは何でしたっけ？そうですよね。天徳運でございますね。はい。天に徳に運ね。天徳運でございます。これはなんとですね、まあ、先祖の徳に恵まれてとても素晴らしいね、お名前になっております。はい。ねえ、もう地位や名誉や財産、ね。しかも、天にも、天の恵みもあるというね、とても素晴らしい数字でございます。はい、マリさんね。はい、六角でとてもいいです。逆にマリって伸ばしたとしても、これ合計七角ですよね。七角。はい、この七角はね、独立運って言います。とても強い運気でね。はい、バリバリね、やっていけるという数字で、これをね、大吉数ですよ。言うまでもなくね、両大吉数なんで、ということですね。で、問題はね、スタジオマリーです。ここここでございますね。ということで、スタジオマリーね。はい、合計20角。来た、20角。これよく言いますよね。はい。ね、20角。災い、厄って書いて、最悪運って言います。いや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 、もうね、努力しても報われない。孤独で寂しい。いろんな不幸が降り注いでくるという、とても大変な数字でございました。これ最大恐怖です。ただ、本人的な能力はね、すごく高いんですよ。だから、周りに成功者がいる。ますけども、もうほんと稀なんでね、ほとんどの人はこのね、運気のね、このなんていうのかな、こういろんなものにやられてしまうということでですね、できたら避けたい数字ね、これ最大競争でやる、これね、なんでね、まあもうね、まさがみチャンネルね、このね、龍鳳チャンネルね、マー君のチャンネル見てる方はもう分かると思うんですよ。ここもうね、分かってます、分かってますよね。恥ずかしくなってきた。ドット。ドットで逃げましょう。ドットにするとね、プラス1になります。なんで、合計21画ね。あ、21画ね。これ、等量運ですね。ね。大きな組織のトップに立てる、力があるというね、言われてる、等量運、21画、大吉数でございますね。はい。どうでしょうか。ねえ。ということで、マリーね、マリーはね、良かったんですよ。マリーは六角天徳運大吉ね。マリーは七角で独立運で大吉。ただ、スタジオマリーで切っちゃったんで、これね、もうね、21角最悪運ね。最大競争になっちゃったんで、まあ、ドットをつけて、こう21角に昇格してですね、同僚運大吉数にして、YouTube 頑張っていただきたいと思います。ということでね、スタジオマリーさんのね、リンクの方は下に貼っとくんでね、またね、ご覧くださいということです。このようにですね、僕も私も見ていただきたいっていう方はね、遠慮せずに、またね、コメント欄に見てって書いたらね、随時追いかけてアップしていくんで、よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。また会う日まで、会える時まで、まさがみ龍鳳でした。